皆様こんばんは。ゲミュテル日につれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。お元気でいらっしゃいますか？皆様のお住まいのところは秋が進んでいるでしょうか？どんな感じかしら。昨日はスーパームーン、満月でしたね。地球にとっても近い大きな大きなお月様を、ここ横浜でも眺めることができました。少し雲が薄く広がっていたので、ちょっとおぼろ月、ぼわーっとした、でも暖かい感じのお月様を眺めました。確かに大きな大きなお月様でした。中秋の名月、そしてこうして秋のうちにもう一つ特別なお月様見れてよかったなと思っています。今はね、彗星もやってきていて、ニュースを見るといつも彗星の話題にこと欠かないので、私も西の空を夕方日没後に見たりするのですが、やっぱりそれは都会の空のせいなのか、あとはちょっと角度が無理なのか、今のところまだ見つけられておりません。なんとかこう見れるうちに、なんか次は8万年後なんて書いてあったので、その同じ彗星が、本当に宇宙規模すごいお話なので、ちらっとでも何かはーって見れたらいいなと思っています。昔ヘルプポップ彗星というのが来た時に、ちょうどその頃は山形に住んでおりましたが、毎日毎日毎夜毎夜ヘルポップ彗星を、幼かった娘と眺めました。本当に綺麗に尾を引いていて、今でもくっきりとこうまぶたの裏に思い出すことができます。見えるような思いがしています。ヘールボップ彗星、その言葉を一生懸命小さかった娘がね、言っていたのを思い出します。そう、その山形に実は、この週末3連休プラス1日で行ってまいりました。先週もね、先々週もちょっとお話ししましたように、お隣の宮城県の富谷市の日吉台公民館祭りというとこ、催し物に、お声かけていただきまして、スペシャルゲストとして呼んでいただきましたので演奏してまいりました。で、富谷市はその宮城県だったわけなんですけど、私が長く住んでいました山形でいつも伴奏してくださっていたピアニスト郷津さんにお願いして伴奏をしていただきましたので、前日に山形に入りまして、宿泊は山形にさせていただいて、で郷津さんと合わせをして、そして、次の日に富谷市まで車で一緒に、どのくらいかかったんでしょう、1時間半ぐらい高速をご主人様が車を飛ばしてくださって、そして富谷市で引いて、そしてまた山形に戻ってきて、次の日には私を大事にしてくださっている方のお家でホームコンサートをさせていただいて帰ってきました。ちょっとした東北一人旅でした。もう本当一人でこう楽器と衣装ケースと、もろもろを抱えて新幹線に乗っていくっていうのが、そう、随分久しぶりだったので、日帰りはね、日帰りはあったんですが、もう泊まりでっていうのが久しぶりでしたので、ワクワクしながら、そしてちょっぴり大丈夫かな、一人でこれだけの荷物持って大丈夫かなって思いながら出かけていきましたが、行ってよかった。本当にこの数日間の旅が本当に暖かくて、自分のリフレッシュの旅になりました。皆様から本当暖かく迎えていただいて、懐かしいところに連れて行っていただいたり、それから懐かしい食べ物お食事どころに連れて行っていただいたり、
もうそのただそこにいたということだけが今本当に幸せだったな、皆さんに、皆さんとの時間が幸せだったなと思って感謝の気持ちでいっぱいです。それにしてもこう荷物をねいっぱい持って、そして泊まりで行くときに、これに昔はまだよちよち歩きだった頃の娘も連れて、コロコロのこう、ね、キャリーケースまで持って、衣装ケース持ってキャリーケース持ってバイオリン持って、娘を片手で連れて、よく回ったものだなと思いました。今は無理だから、若さってすごいなと改めて感じました。もう毎回今回なんか、私が今持ってる荷物はいくつ、神棚に乗せた、はい、乗り換えの時いくつ、よしなんて確認しながら、もう本当にあの靴もね、ハイヒール、この間お話しましたけどハイヒール無理なになったので、本当できるだけいつもの靴なんて言って、ぺったんこの靴履いて、それでもあの階段の上り下りはちょっとちょっぴり緊張しながら、あのめまいが起きないようにってちょっぴり緊張しながら、なんだか、やっぱりこう年齢を感じながら行きましたけれども、でもその東北新幹線、山形新幹線に乗ってどん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 東北に向けて行くときに、あのコロナ前にはね、毎年そのホームコンサートをさせていただいた方のところではあのお声かけていただいてましたので、日帰りでしたけれども行っていたあの頃をこう本当に懐かしく思い出して、次はここ、次はどこって山々を眺めて、那須が見えてきた、茶臼岳はっきり見えるなーなんて、青空に美しく見えてる茶臼岳を写真に撮って、那須よーなんてLINE に家族に見せたりしながら、だん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 秋の深まりを感じる、北上をしていきまして、アイスだわ、アイスバンダイさんも綺麗に見える、また写真撮ってアイスバンダイさんってまた打って送って、なんだかあの行くまではまるでこう遠足を楽しみにワク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 して眠れない子供みたいでしたけど、実際にこう新幹線乗っていても旅をワクワクとドキドキとしながら、よくあの体こそはもう子供じゃないけど子供のように窓の外を眺めて行きました。どんどん山形が近づくと、あの柿の木にね、あのよく色づいた柿の実が、もう葉っぱが落ちた柿の木にいっぱいなっているのがこういっぱいいっぱい見えて、これがあのおいしいおいしい干し柿になるのねなんて思って眺めたり、そしてあのもう稲刈りの終わった田んぼ、広がる田んぼに、あの暖かいせいなのか、あるいはまだ根っこに力があるから青々としたあの葉っぱが短く伸びていたり、きっとここは遅く刈り取ったんだろうなって思うところは黄金色が残っていたり、本当にいろんなものをこう眺めて幸せな気持ちで降り立ちました。そしてあの娘がバレエやっていた頃のお友達のお母さんとが迎えに来てくださっていて、もう多分本当に一度か二度お話しただけの、あの私ここのお蕎麦屋さん好きなのよって言ったことを覚えていてくださったところに連れて行ってくださったりで、変わらず同じ佇まいで立っていて、でもこうお話をしていくと、その長い年月と、そしてその間に挟まれたコロナの時期っていうのがこうなんだか
コロナの時期っていうのはこう消えてしまってるんですね。こうカウントされないと 年月のような気がして、だからそこに何年前ぐらいでしたよね、前にお会いしたのはっていう時にそのコロナがね抜けるんですよ。これはどなたとお会いしてどなたとお話ししてもそういう話題になりました。あれはやっぱり、まあ、私たちにとってというか人類にとって大きな大きな特別な出来事、時代だったなって改めて思いました。美味しいお蕎麦や、それから美味しい美味しい、そしておしゃれな、とてもおしゃれなカフェに連れて行っていただいたり、まあリハーサルがね、予定していたよりもちょっと遅くなったっていうこともあって、お声かけたらそうしてこう会ってくださったり、お話できたり、それも幸せでしたし、そしてお別れをして、たくさんの話の後お別れをしてホテルに着いたら、昔の生徒さんがね、もう大きくなられたお子さん、大きくって言ってもまだ幼稚園生、来年小学生になられるお子さん連れて会いに来てくれていて、で、そう、これもね、本当に人のつながりって不思議だなって思うことが一つあって、でそれは以前にもお話しましたよね。とんでもない、イタリアとかイギリスとか全然そのたまにしか旅行に行かないようなところでばったりそこに住んでいない友達に会うことがありました。なんて本当に不思議な、その、赤い糸ではありませんけど、自分のこの人生の中でつながっている人とのこう関わり合いって不思議ですってお話をしたことがありますが、今回もそんな出会いがありまして、再会がありました。それはそのホテルに行って、まあ待っていてくれたのその生徒さんと、あら久しぶりね、ちょっと楽器と衣装ケース部屋に入れてくるからチェックインしちゃうわね、なんて言ってチェックインしてたら、その彼女と別の人の声で賑やかな声が聞こえたんですって。パッと見たらまた違う生徒さんで、もうね、本当に一生懸命素晴らしく活動してくれているので嬉しいんですけど、活躍してくれているので、その彼女がやっぱりお会いしたことのあるピアノの伴奏の弾き方と一緒にね、ロビーに現れていたんです。本当にエレベーターから降りたばかりで、でびっくりして、どうしてどうしてここにいるのって、あつこ先生こそどうしてここにいらっしゃるんですかって言うんで、もう本当どうしちゃったんでしょう、この同窓会みたいになっちゃってるじゃない、なんて言って、でもう本当に彼女はそこでそのホテルでちょうどお仕事で終わって、引き終わって降りてきたところだった。これね、本当にわずかに時間はずれていたら会えなかったわけですよね。でもそもそもリハーサルの時間が予定通りだったら会えなかったし、お友達のお母様、に送っていただく時間がちょっとでもずれたら、私がチェックインしたわねって言わなかったら、いろんなところで絶対ありえなかった再会だったので、もうびっくりして本当に嬉しかったです。まあそんなこともあったり、今日は本当嬉しかった旅行話です。そう、それでお会いした後合わせをして、で豪津さんとも実はコロナのちょっと前ぐらいかな、行った時にも豪津さんと一緒に演奏しようと練習し準備しておりましたが、直前に手をね骨折なさって一緒にできなかった、別の方立ててくださって演奏会できたんですけれども、その時を外すと本当に10年ぶりぐらいだったんです、一緒に演奏させていただくのが。でもね、本当に不思議なくらいに、やっぱ山形にいた17年間ほぼもう毎月のようにかな、本当にたくさん演奏させていただいて、まあ毎月ではないけども、とにかくたくさんいろんなとこでさせていただいた、それがこう昨日のことのように、全く、いやもう本当にさっきのことのように、じゃあ弾きましょうかでポンとやったらね、
合わせていただける、どこにもこうおっととか、あここはっていうような感じのものがなくて、気持ちよく弾かせてもらって、で小津さんご自身もやっぱりすごく不思議がられていて、やっぱりあの他にもね、いろんな方とバイオリニストとも演奏なさってこられたこの年月の中で、私と弾いた時に、弾く前には大丈夫かな、思い出せるかなって、心配なさったそうだけれども、そういうものが一切なかったって。これはもうあの家族やね、親戚、まあ、古いお友達と何十年ぶりかに会ってもまるで昨日のことのようにしっくりきちゃうっていうのと同じかもしれないけれども、本当に気持ちよくリハーサルさせていただきました。そして次の日朝立って富谷市向かいました。あの山形自動車道を走っていただきましたが、山形はですね、濃い霧の朝を経てもう見事な青空、もう秋晴れという中を出発したんです。であの山形自動車道に乗ると、まあ、三ヶ崎川をこう越えて、娘が行ってた学校なんかも懐かしくて、ああそのままね、そのままねって思いながら、自動車で走らせていただいて、有名な芋煮会がね行われる三ヶ崎川を通って、山形自動車道入って、もうそこはその自動車道はですね、あっという間に標高を登っていくんです。ものすごい急坂を、なので登っていくにつれて、もう秋がどんどん深まっていって、あ美しい秋を青空の中で走ってもらって、山の上の方はもうこんなに秋が進んでる、あこれでどんどん山の下の方まで来て里に降りて、そしてその山に3回雪が降ったら、あ町に雪が降りるんだな、なんてことをこう当時のことを、最初に山形に来た時のお話を、皆さんから教えてもらったお話を懐かしく思い出しながら走らせて、で笹谷峠というところに笹谷トンネルが、長いトンネルがあります。それを通って、はいトンネルを抜けると天気が変わっていました。これ毎回昔も通るたびに思ったんですけれども、霧がですね、霧雨が降っておりました。ああちょっと霧雨、もしかしたら湿気で音が大変かなっていうのがまず最初によぎった思いでしたが、そこからもさらに今度は山を降りていく、ああ全然違う景色ねって思いながら、でも何度も通った景色ですから懐かしく、でも、そう子供の時に毎年父の講習会で演奏などをしに行っていた秋保温泉というところも通って、あ秋保温泉だわなんて懐かしく、これはもう数十年前のことを懐かしく思い出しながら、車もどんどん進んでいって富谷市に着きました。私は富谷市は初めてでした。こう新興住宅なん、そうですね、昭和何十年ぐらいなんでしょう、あれは建物の感じからすると50年代なのかしらの、新興住宅街の中に建っていた富谷市の、日吉台公民館、前もってですね、本当に詳しく教えてくださっていたので、あここがこの言っておっしゃって おられた、はい、お隣の、地区会館みたいなとこかな、なんとか会館、地区会館のようなところがあって、そこを広い広いお部屋を、準備してくださっていて、控え室でそこから、ドレスに着替えて、そして皆様の待つ、会館に行ったんですが、あこの下草生えてるとこ取っていただかなきゃならないんですっておっしゃってた、これがそうね、あらこんなに短いなら全然平気なんて思いながら、そしてその後はコンクリートです、コンクリートちゃんとあったあったなんて言っていただいた通りだわなんて、目に浮かんでいた通りだわと思いながら会館に入りました。にぎやかなにぎやかな声が響いていて、子どもたちが楽しそうにお祭りを楽しんでいる様子もこう耳の中に聞こえながら、会場でリハーサルをさせていただき、そして本番を迎えました。
前回ねお話をした時にきっととてもとても小さいとほとんど脅かされるくらいに言われていたんですが、思ったよりもとても広くて、かまぼこ型の屋根が、いい響きをくれていて、ただそうですね、これは本当引く者の側としてのこう状況っていうのはおそらくあまりご存じないかもしれないのでお話しすると、体育館のようなところによくステージってありますね。今回もそうなんですが、そのステージって上に、トーンと抜けているんです。布でね、ビロードの布でだいたいこう天蓋のようなものがあり、そして脇に脇が隠れるような、カーテンのような、やはりビロードのものがこうかかってますよね。何層にも何重にも。でもその上っていうのは本当にバイオリンは上に音が抜けてしまうので、そういうところは比較的音が遠くに飛んでくれないので大変なんです。だからだいたい最初に手を叩いて自分が立つ位置を決めます。で、手を叩いていて、今回の場合も本当にステージの一番ヘリに近いところまで立ちました。そしてピアノの位置を決めて、で、そこから弾いたらですね、自分的にはあまり音の残響がないので比較的シリアスとかシビアな音で、これはどうかな、自分が聞こえてきているこの残響しかないのかな、だとしたら厳しいぞと思ったけれども、いつもお世話になっている仙台弦楽器さんが前もってリハーサルに来てくださっていて、いえいえ遠く一番後ろまでよく響いてますから、気張らずに大丈夫ですよって言ってくださって、なのでそれで本番を迎えました。本当にたくさんの方が聞きに来てくださっていて、で、そして一応出入り自由の会だったので、ほんの少し出入り口も開けている状態だったので、初めのうちはですね、外の音、その賑やかないろいろな皆さんが出入りをしている声、楽しんでいる子どもたちの声も聞こえていたんですけれども、だんだん聞いていらっしゃる方も、それから外も本当にシーンと皆さん耳を澄まして聞いてくださって、で、出入り自由なので外であれしていらした方も、なんだろうって思われたんでしょうね、なんだって感じだったのかな。どんどん人が入ってきてくださって、最後は本当に大勢の方が立っていらっしゃる方も出て、本当温かい雰囲気で皆さんが聞いてくださいました。それは嬉しい時間でした。あら、今時間を見ましたら随分今回の、ラジオ私おしゃべりが長すぎているような気がいたしますので、これ今思いました、この続きまた来週、お話しさせていただこうと思います。どんな曲を弾いたのか、その時皆様の反応本当に素敵だったので、そんなお話と、そして翌日の素敵なホームコンサートのお話などもさせていただきますね。今日はお耳を傾けてくださってありがとうございました。また来週ということになりますが、そう、横浜もね、ずいぶん秋っぽくなったんですが、明日土曜日29度になるそうです。皆様のところどうでしょう。とにかく体調崩されませんようにお気をつけください。そしてまた来週元気にこのラジオでお会いできますように。それでは皆様、また来週、阿部敦子のゲミュートリヒにズレズレトークでした。